はい、皆さんこんにちは、ギルベールです。皆さんカーラッピングしてますか？なるほど、そうだったんですね。自分はですね、ボディの一部にラッピングフィルムを貼っていたんですが、コーティング施工の関係でフィルムを剥がしてしまったんですね。コーティング施工後にラッピング施工をしたい今日この頃、本日はパジェロにラッピングフィルムを貼っていきたいと思います。はい、それでは早速フロント周りから作業を始めたいと思います。施工面をきれいに洗浄し、脱脂した後、3M のナイフレステープをカットしたい部分に合わせて貼っていきます。次にラッピングフィルムをヒートガンなどで加熱し、伸ばしながらシワにならないように少しずつ貼り付けていきます。今回は 3M の2080シリーズを使用しています。伸縮性が高いのでヒートガンを使わなくても施工自体はできますが、ヒートガンがあった方が作業は格段に楽になると思います。温めて、伸ばして、貼り付けて、OK、綺麗に貼れました。そしてナイフレステープでカットすれば完成です。ピラー部分はあらかじめサイズを測ってカットし、貼り付けるだけなのでとっても簡単ですね。続いてフロントグリル部分も作業していきたいと思います。フロントグリル部分もあらかじめサイズを測ってカットしてあるので、作業自体は非常にイージーです。はい、続いてサイドステップ部分の作業に移りたいと思います。サイドステップ部分はフィルムの長さの関係で3ピースに分割し貼り付けを行います。ラメ入りのフィルムなので分割して貼っても意外と継ぎ目が目立たなかったのは嬉しい誤算でした。貼り付けが終わったらフィルムを隙間に押し込めば完成です。最後にリアバンパー付近を施工していきたいと思います。リアバンパー付近は施工が比較的大変なので、こちらもフィルムを分割し作業したいと思います。 OK、 そこそこ綺麗に貼れました。全体的にはこんな感じです。以前はマットでしたが、今回は全てグロスにしてみました。コーティング施工前の外観に戻り、やっと日常に戻れそうです。以前はラッピングフィルムとフィルムスプレーを併用していたんですが、飛び石などでフィルムスプレーが剥がれがちだったので、今回は全ての箇所をラッピングフィルムで施工してみました。はい、いかがでしたでしょうか。愛車の外観を気軽に変更できるラッピングフィルム、皆さんも機会があればぜひチャレンジしてみてくださいね。はい、それではまた会う日まで、グッバイ。